度はペンギンを助けていただいてありがとうございました。助けていただいたのは僕の方ですが、お礼にカーテンを用意したのですが、それを太郎さんに選んでいただきたいのです。こちらの小さな玉手箱と大きな玉手箱、どちらかを選びください。あれ、ここから先白紙ですよ。この後のストーリーは自分で書き上げるものざんす。U の可能性は無限なんざんすよ。ここまで来て丸投げか。どちらか一つに元に戻れる魔法のアイテム、解毒条約ソーマルーニが入っているざんす。今のさくら君にならどちらを選べばよいかわかるはずざんすよ。今までの話の展開で何かヒントがありましたか。でもセオリー通りで行くと小さい方が正解。いや、そんなセオリーが天使たちに通じるのか。うわー、なんか変なものが入ってる。まさか、そんなことあるわけないじゃんす。さくらさん、今声がした。いや、まだわからないじゃんす。わかりますよ、僕はこっちを選びますからね。待ってください、太郎さん。この玉手箱を開けたら私たちは本当に離れ離れになってしまうのですね。ちょ、ザクロちゃん。さくらさん、あなたが竜宮城にいらした時から私は今日のような日が来ることをずっと恐れていました。お願いです、私と一緒にずっと竜宮城で暮らしてください。僕はどうしても玉手箱が必要なんです。わかりました。ですがこれだけは覚えておいてください。私はこの海底でいつもあなたのことを思い続けていると。なんて感動的な UT 演技のエンディングざんす。これがミーの求めていたものざんす。少しだけ本当に寂しい気分になっちゃいました。なんでもない。元に戻った。おじいさんにもなってないし、ザンスさんありがとうございます。ノープロブレムザンスよ。困った時はお互い様ザンス。あれ、そういえばあの二人は一階の台所にいるザンス。この写真はそのルルティエに送る資料としての。このアングルはわかった。この視点はその頭のピンクの物体と見たり。いやー、やめるザンス。どうも遅くさいと思ったんです。最初から玉手箱の中身を出してくれれば済むじゃないですか。全部ザンスさんの死に主役だったんですね。白状しなさい。分かったザンス、言うザンス。ただしミーが素直に出会ったらミーの魂を引っこ抜かないと約束してほしいザンス。もちろんですよ。実はミーの魂が、おはよう、さくらくん。何やってるの。のお手伝い。すみません、さくらさん、私今日がバレンタインだということをすっかり忘れてしまって。もう少し待っててくださいね。あ、うん、よし、あとはこれを入れるだけ。おいしくね。それはダメ。うわー、どうしよう、また振り出しに戻っちゃったよ。体がピンクになっちゃったよ。トクロちゃん、そんなムーディーなポーズを取らないで。誰か止めて、お願い、この体を止めて、誰か止めて、止めて、止めて、止めて。